しょ。もう本当に本当にめっちゃ簡単にするツインテールなんだけど、そうスナイデル。ツインテールしちゃおうか。僕の好きな最強ツインテールに合いすぎてキャッチする。これじゃない？最強ツインテールの音って。僕の好きな最強ツインテール、もうちょい高め。私低いのが好きなのに仕方ないな、仕方ないな。私がみんなを元気づけてあげよう。でも私のことも元気つけて。私のことも元気つけてくれない？本当に。そう、私を元気つけてほしい。もう後ろは見えんからいいや、ぐちゃぐちゃで。もういいや。ちょもう薄い。ちょっと待って、低いのはお酒になっちゃう。私は低い、もうめっちゃ低いとこでやるのが好きなんだけど。耳上かな、ツインテールっていうのは。こういうこと？まあ今日ぐらいはいっか。まあ現役ですから、まだまだあと1年 JK するから、私は。いいぞいいぞ。やばどう、みんな元気？これで、これで元気出た？どう？こういう高さでいい？もう本当にぐちゃぐちゃだよ。全然この触覚とかも整えられてないから。こんなん。これでいいかな、許して。これでもう多分左右の毛束も全然あ、全然良くないけど。そう、可愛い服着てって感じよね、今日ぐらい。もう着る余裕もなかった。よいしょ。あ、ゴムもつけてないのにつけようとするし、もうほんとダメ。よいしょ。できた。やば、この辺ボコってなってるけど許して、今日だけ。どうよ、これで、これで満足か。こんなこと言ったことない。これでいいのか、これでいいのか、ツインテールっつうのは。これでいいのか。みんな可愛い、ありがとう。ありがとう。ツインテール攻撃。180度、90度、45度。何してんだろう。175度、160度、90度。何してるんだろう。満足？高校2年生のツインテールです。そう、時計。現在は9時。みんなが見るとどうなのか分かんない。そう、ツインテール攻撃、ツインテール攻撃。もう怒りを、ツインテール攻撃。
ツインテール攻撃何これ、ね、書き初めかける。本当に私お母さんとお風呂入ってる時に言われたもん、毛先で習字できそうだねって、筆みたいって言われた。確かにって思った。あ、今のは3時になっちゃうのか。じゃあこっち、あ、こっち分かんないや、ちょっと待って、もうよしよし、落ち着いたから話そうね、さっき7時台にね、私の同期の短期研究生の清水梨紗子ちゃんが活動、 こんな髪型で言うことじゃないけどね、そう活動自体の発表をねしました。うん、私もグループを離れって聞いたのは本当昨日の4時5時とかかな、まだ1日ちょっとしか経ってないんだけど、私だけみんなより遅れて聞いたんだけど、もともと梨紗子が個人的に言ってた子もいるけど、昨日のレッスンの終わりにみんなには伝えたみたいだけど、私はレッスンをちょっと受けて、その後学校だったから抜けて、でその抜けてる間に梨紗子はタイミングがその日しかなかったから、そこで3期とあとは 2.5 期さん、まあ、あの公演出てる方もいらっしゃったからいない方もいたけど、名前で伝えたらしくって、で私は学校終わってからレッスンの時間もう終わってるから、本当は全然レッスン場になって行く予定はなかったんだけど、うん、なんか3期から3期の様子がおかしいから絶対何かあったかなって思って、みんながレッスン終わって1時間ぐらい経つのに一向にレッスン室から出ないみたいな、じゃあみんなでこのままどっか行こうって言うから、これはなんかあったなって感じいて、その前からいろいろ感じることあったけど、で3期で行ける子全員で8人でカフェ行って、私以外の子は事情してて、そこで梨紗子に実は25日で辞めるんだよねって報告受けて、みんな同期が全員私以外いるとこで話してたから私もできればその場にいたかったなって思うけど、まあ学校はどうしようもないよね。ちょっと前からなんかでも私も私で梨紗子にちょっと大丈夫かなって思うことあったけど、確信があったわけじゃなかったから、まあでもほぼ話してもらってたみたいな感じであるけど、ちゃんとした報告受けたのは昨日。大切な同期だし、こうやって3期からこうやってグループを離れる子が出るのは初めてだから、寂しいし、もっと一緒にいたかったし、 MV 作りたかったし、ユータリアスでは歌割りが一緒だし、ペアぶりもあるからどうなるんだろうとかも思うし、最近特になんか最初の頃以上にプライベートで関わったり話したりすることが増えてたから、寂しいね。
だから多分幽体離脱と金縛りの14人でのうーん披露っていうのはクリスマスが最初で多分最後だったんだと思うんだけど、もっとねいっぱい披露したかったし、できるのならばいさこが離れる前にもう一回ぐらいはみんなでしたいなとも思うし、うーん寂しいね。そう同じ皮膚科仲間だから、そう皮膚科に毎週通った仲だからそう、成人式1月8日の日も一緒にいたんだけど、まあその時点では多分もう決まってたんだけど、その時に成人、私の今年はゆいかちゃんだけだったから、で来年がりさこたちの代だから、来年絶対見に行くねって絶対見せてねって約束してたし、でも20歳になる年はりさこはもう一緒じゃないから、でも絶対写真送ってねって約束した。誰一人ねかけることなくもう10ヶ月やってきたから、もうちょいで11ヶ月、4月のね3期生のお披露目から1周年、うん一緒に過ごしたかった。もうご飯を夜ご飯ね一人で行ったんだけどね、外に気分転換にも食べれなかった、もう胸がいっぱいすぎて全然。でもねグループを離れても多分りさこもね頑張ってくれると思うし、りさこの今後にね幸せが訪れるといいなって思う。でね昨日の今日だからね、もう本当に寂しいな。でもまだあと3週間あるから、25日までは少しでも思い出作って遊ぶ予定も立てたし、昨日過ごせる時間大事にしたいなって思う。 Bluetooth mode。 それでね練習したの、この時期はね別れと出会いの季節だけど、同期の別れはこんなに早いと思わなかった。
しいですね。でね、梨紗子が25日でグループを離れて、なんか本当昨日今日知ったんだけど、今日私たちも知ったんだけど、23日、僕隊が、私は出ないんだけどね、そう梨紗子が出る僕隊があるから私も空いてたら絶対行こうって思ってて、グループ離れる2日前だね。もうなんか実質卒業公演だねって同期と言ってたんだけど、よかったらね、配信でもいいし、見届けてあげたいなって。夕日とかもう絶対私泣いちゃう気がする。ダメだ、もうだってもう今日ですらもう昨日今日でもう散々もう累戦崩壊って感じだったのに、もうダメだ。梨紗子と8人公演は一緒にできなかったから、元日は一緒に出れたけど、一緒に出たかったなとも思うし。そう、リチャはそうダンスがすごいの、パフォーマンスが大好きなの。私も梨紗子がちょっと前にね誕生日だったんだけど、そのお祝いのツイートに多分私書いてるんだけど、パフォーマンスが大好き、リチャの。そうアベマで昨日ね昨日はその報告を受けたのが夕方ぐらいで、家帰ってきて配信して、その後にアベマ見たんだけど、トマト頑張って食べてたねエリちゃんねえ、一緒に MV 作りたかったな。お湯サイビンね、私はあそこが一番好きだったかも。でもあと3週間しかないから、私ができることってなんだろうなって思う。時間的に時間的にちょっとギリギリだけど、この曲を歌って終わろう。歌えるかな、でも時間が歌えるかな。
教室の窓辺にはうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー、授業中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える、それぞれの未来へと旅立ってゆくんだね、その背中に夢の羽が生えてる、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く、私たちに明日の自由と勇気をくれるわ、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる、新しい喧嘩して電話して泣いたことあったね、悩んだ日がなぜか懐かしい、喜びも悲しみも振り向けば道のり、どんな時も一人じゃなかった、友達の中、私は微笑んで過ぎる季節に送りたいさよなら、涙の花びらたちがハラハラ、この頬を流れ落ちて歩き出す、青い空を深呼吸しながら、涙の花びらたちがハラハラ、思い出のその分だけ美しく、目の前の大人の階段一緒に登って桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く、私たちに明日の自由と勇気をくれるわ、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる、新しい世界のドアを自分のその手で開くこと、涙の花びらたちがハラハラ、この頬流れ落ちて歩き出す、青い空を見上げ大きく深呼吸から、涙の花びらたちがハラハラ、思い出のその分だけ美しく、目の前の大人の階段一緒に登って手を振ろう、はい。AKB48 さんで桜の花びらたちでした。もう寂しい。もう寂しい。ち
ょっと今日は語彙内だけにします、ごめんなさい。語彙よしみさん、あ、変わっちゃった。語彙キーさん、におい那須ちゃん、さんやましんさん、にこがえさん、そして今日の1位はごめんなさい、今日はやめとく。今日の1位はまちゃん、一緒に幸せあれ、あとつまみさんです。ありがとうございます。寂しいけど、あと3週間大切に過ごします。明日からのイベント17時からするつもりなのでぜひ来てください。りちゃんの最後の幕体公演もぜひ見てください。では今日は終わります。ありがとう。